小池和子は、日本のクリエイティブディレクター、コピーライター、東京都出身。父は教育学者の矢川徳光。姉は、作家、詩人、翻訳家の矢川澄子。早稲田大学文学部卒業。アドセンター、堀内誠一のもとで編集、広告の企画、執筆を始める。1961年よりフリーランス。西部百貨店。 あとの西部セゾングループのコピーライティング、編集企画などをアートディレクター田中和光と共に手掛ける。1980年、堤美清二社長の下で無印良品立ち上げに田中和光と共に参画。現在もアドバイザリーボードを務める。1976年、編集、デザイン、美術展企画を行う株式会社基地を創設。企画した。 美術展は、現代衣服の源流展、フリーダカーロ展、日本のライフスタイル50年生活とファッションの出会いから展、ベニスビエンナーレ第7回国際建築展における、日本館、少女都市、田中和光とデザインの前後左右展など。1983年、東京都江東区佐賀にあった、昭和初期に建築された、ビル、食料ビル内に、自主運営のアートスペース、 佐賀町エキジビットスペースを創設。現代美術を中心に、大竹新郎、森村康政、杉本博内藤霊などの展覧会を行った。当時のスタッフには、小柳敦子がいる。1988年、武蔵野美術大学教授に就任。造形学部空間演出デザイン、学科ファッションデザインコースで、専門は、 ファッションデザインと現代美術との接点。大田垣春子は着任して、すぐの学生で、小池が彼女の才能を認め、イラストエッセイストとしてデビューする後押しを行った。2016年から2020年3月まで、戸和田市現代美術館館長、セゾン文化財団評議員、ありがとうございます。